こんにちは、イルカです。2019年製の日立 RAS-G40H2 お掃除機能付きです。ヤフオクでもっと前3月に2万円で購入しました。40型で4年落ちということで、高いのか安いのか分かりません。フィルターなど見えるところは綺麗ですが、内部は汚れているかもしれないので、取り付ける前に完全に分解して掃除します。お掃除機能付きなので少し複雑ですが、熱交換器も送風ファンも全部外して、そのあたりドレンパも全部ゴシゴシ洗いました。分解洗浄組み立ての手順を詳しく撮影しましたので、よろしかったらお付き合いください。冷媒は R32 です。20年以上使っている R22 のエアコンと取り替えるつもりです。下地はエコに凍結洗浄を足し算、ステンレスクリーン、しかもフィルターお掃除機能付きということで、さぞかし綺麗なんじゃないかと淡い期待をしています。それでも中古なので、取り付ける前に分解洗浄の良い機械なのでやっておこうと思うのでバラします。その前に補助配管が折れていないか確認しました。洗剤のすすぎ不足だと思いますが、6章が出ています。補助配管は幸い全然折れていないし大丈夫で良かったです。まずはフラップを外します。開けるとここにステンレスの薄い板が貼ってありますね。真ん中を外してフラップを曲げて左右と外します。蓋を開けて左のフィルター掃除のダストボックスを外します。止まっているところを少し押さえて前の蓋を外します。前面は黒いプラスチックで覆われています。上面にフィルターがあります。ロックを外してフィルターを取ります。全体のカバーを取るために、まず左のダストボックスの穴の下のタッピングビスを外します。 VVF ケーブル差し込みコネクタカバーの左のタッピングビスを外します。カバーを外すと下にタッピングビスが見えるので外します。分解の手順は紙コップメモ方式で記録します。この方法はカードのコンデジ分解修理動画で詳しく説明しています。どんな複雑な工程でもこれで分解組み立てが間違いなくできます。全体カバーを外します。外れそうなところから無理な力を加えないようにしながら外します。この真ん中が止まっとんね。あとは左上奥の爪です。電源カバーを取ります。お掃除ユニットを外したいので、そこから出ているコードのコネクタを外します。赤い線のコネクタを外します。コネクタは押さえのロックがついているので、つまんで押さえながら外します。黒のコネクタも、これもロックをつまんで押さえながら外します。灰色はそのまま抜けた。これは外すだけです。お掃除ユニットを外します。2本、3本、爪が3本あるようです。気温センサーを外します。熱交換器にネジ止めしてあるアース線を取ります。配管の温度センサー、多分凍結洗浄の関係だと思いますが、これも外します。ここに挟まってた。これらの線がモーターを固定する白いプラスチック部品の引っ掛け穴に通っているので外します。お掃除ユニットが取れました。ここまで来ればスタンダードのエアコンと同じです。このエアコン、お掃除機能付きにしては簡単な方だと思います。熱交換器も外そうと思います。後ろ、つまり壁側の方です。補助配管のカバーを外します。正面側に回って左側に熱交換器固定ネジがあるので外します。補助配管の方から上に持ち上げます。これは乗せてあるだけですね。さっきのネジ1本を外しただけであっけなく取れました。内部の全容が現れました。熱交換器はそれほどでもないようですが、内部はやはりカビだらけです。送風ファンもドレンパンもかなりの状態です。前のドレンパンですね、黒カビもそうですが、薄い色の粉のようなものが溜まっています。洗浄した時の洗剤の成分ですかね。後ろのドレンパもそんな感じです。4年使うとまあこういう感じになるということです。送風ファンもホコリとカビでこんな感じです。これがお掃除機能付き凍結洗浄ステンレスクリーンのエアコンの中身ということです。肝心のドレンパンと送風ファンは何も掃除してくれません。送風ファンを外します。モーターの近くに羽が1枚ないところがあって、そこからモーターの軸を止めているネジが見えます。このネジを緩めます。よっ。
ちょっと硬いな。回りましたね。軽く、まあ、なったらこれで抜けるんで、抜けました。でこの軸受けね、これシリコングリスでよく回るようにしといた方がいいですね。ステンレスクリーンというのはフラップとファンの後ろのちょっとの部分に薄いステンレスの板が貼ってあるだけです。これがステンレスクリーン、すごいです。これでスタンダードタイプより何万円か高くなるということです。吹き出し口からちらっと見えるところにステンレスの薄い板が貼ってある。はっきり言って意味ないです。全部プラスチックで安い方が良いに決まっています。私は新品を買うならスタンダードタイプと決めています。シリーズで一番安いやつです。でも中古はそういうのはあんまり出回ってない。上等の高いやつ買う人が多いということですね。電気屋さんが押すんでしょうか。メーカーもテレビ CM とかよくやってるし、まあ、すごいんだと、まあ期待しますから。あくまで私の感想ですが、こういうのは言っちゃ悪いですが全部騙しです。これを見ればわかります。一番汚れるのはファンとドレンパンです。ここはどんなに高いエアコンでもきれいにしてくれない。ちゃんときれいにしたければ分解するしかないです。それってどう思いますか。私は間違っていると思いますね。本当はここは普通に絶対汚れるところなので、簡単に掃除できないといけないです。 VVF ケーブルを外します。 2mm 三振です。白いところを押さえて抜きます。 VVF ケーブルのガイドを取ります。上の爪を外して下に下げれば下の爪が取れます。まとめられているコードを1本ずつ外します。リモコンの受光部を外します。ここの爪ね、これ外したと思います。フラップのモーターを外します。ネジ1本だけで止まっています。左右ルーバーのモーターは吹き出し口の下にあります。逆さにして外します。ネジ2本で止まっています。ルーバーが少し右に傾いている状態で抜いたことをメモしておきます。線の引き回しも後で再現できるように確認します。電源も取り外します。全体カバーと共締めしていたネジの部分を外して、画面右下の突起の部分を抜けば外れます。モーターの上のカバーのネジを取ります。モーターカバーが差し込まれている部分2箇所を大きなマイナスドライバーでこじります。自動車用の内装剥がしでやった方が良いかもしれません。徐々にこじると2箇所の爪が外れます。あとはもう1箇所うまく撮影できませんでしたが、反対の軸側にも爪があるので、そこをこじれば外れました。転送関係のものは全て取り外せたので、ひどい汚れのところも全て水で丸洗いできます。送風ファンを掃除してくるエアコンはありません。必ず羽の裏側にホコリやカビが固く張り付いています。本体につけたままだとカビキラーを使うのは危険ですが、外してしまえば心置きなく洗えます。羽の裏側に当たるようにスプレーします。ブラシでゴシゴシこすります。とにかく表面より羽の裏側に汚れがこびりついているので、そこを掃除します。散水用のノズルですすぎます。画面ではよくわかりませんが、凝り固まったホコリのようなカビのような黒いものがたくさん出てきました。スプレー洗車ガンというものを以前から持っていたので、これで水を吹きつけてすすいでみます。羽の裏を狙ってうまく吹きつけることができるので良い感じです。ドレンパンやファンのケーシングを掃除します。これもカビキラーをこれでもかと吹きつけます。そしてブラシでゴシゴシと心をゆくまでこすります。このまま放置していれば数年以内にドレンパンに溜まった堆積物でドレンの流れが悪くなって溢れてきそうな感じです。ドレンホースの排水口に水を吹きつけると、ドレンホースからゴミの塊が出てきました。この部分はどんな高級なエアコンでも掃除できないです。こんな分解なんかしなくても、もっと掃除しやすくするべきだと思います。普通に使っていても絶対に汚れるのだから、普通に掃除できないとダメです。この構造であれば、前後のドレンパンは熱交換器を外さない限り絶対ちゃんと掃除できません。いろんな新機能でエアコンは毎年モデルチェンジしてますが、そんな工程先の改良かどうかもわからんような変更はいらない。そんなことをするのではなく、一番汚れるドレンパンと送風ファンを掃除しやすくしてほしい。そういう基本的なことがどうにかならないものかといつも思います。熱交換器を洗浄します。
多分何らかの洗剤で熱交換器の洗浄をしたようなので、それほど汚れていないです。補助配管の保温材を取り去ります。補助配管の露出部分に緑青が出ています。エアコン洗浄した後の洗剤のすすぎが不十分だったように思います。凍結洗浄とは関係ないと思います。エアコンを取り外すときに接続部分のナットは緩めず、配管を切ってその部分を潰してあります。中古エアコンの場合そういう形が多いと思います。配管は潰してありますが密閉されているようにも思えないので、洗ったりすると水が中に入る可能性があります。配管内は絶対に水を入れてはいけないので、ナットを外してブチルゴムテープで防水します。うわ、キツ締めたんだ。まず二部管の方を外します。ブチルゴムテープを何重にも巻いて癒着させます。三部管の方も外します。同様にブチルゴムテープを巻き付け、さらに保護のためにビニールテープを巻いておきました。これで丸洗いの準備ができました。緑青のところ洗剤成分が残っているといけないので、ここも重点的に洗います。熱交換器を外せばこのように内側から洗うことができます。弱アルカリ性のマジックリンをたっぷりかけてブラシでこすります。スプレー洗車ガンですすぎます。緑青は金属たわしでさらにこすってきれいにします。外側からも同じように洗浄します。マジックリンをかけてブラシでこすります。洗剤成分が完全になくなるまで十分にすすぎます。おそらく熱交換器だけは洗浄されたことがあった様子です。ドレンパンや送風ファンに比べてかなりきれいな状態です。しかし洗剤成分が残っていたために緑青が発生していました。エアコン洗浄はしたのはいいんですが、それできれいにするのは大抵熱交換器だけで、結局ドレンパンやファンはほとんどの場合手つかずの状態、しかもすすぎが甘いと洗剤成分が熱交換器に残ります。熱交換器で最も汚れている部分は下の部分です。前のドレンパンのすぐ上のあたりです。洗剤の成分が少しでも残っているとアリノス状腐食といって、配管に細い深い穴が開いてしまってガス漏れする原因にもなります。とにかく心ゆくまで水ですすぎます。あとは大したことはありません。これはカバーを洗浄しています。簡単にきれいになります。フィルターはお掃除機能もついているのでそんなに汚れていないです。フィルターの掃除はスタンダードの機種でも手間はかかりません。そんなことは自動でしてくれなくても良いので、ドレンパンや送風ファンが外しやすい構造にしてほしいものです。軽トラの荷台の上で乾かしています。送風ファンはだいたいきれいになりました。分解しなければ洗えないドレンパンや送風ファンの外側の部分も完全にきれいになったと思います。熱交換器の緑青も落としました。残りの部分は水を使わずに掃除機でホコリを取ります。電源部分やモーターの周辺に溜まっているホコリを取っています。このように筆で払いながら掃除機で吸い取ります。モーターの軸にシリコングリスを少し塗りました。お掃除ユニットも掃除機と筆でホコリを吸い取りました。ブラシが動くレール部分に少し注油して余分なグリスを拭き取ります。ファンの軸受けにもシリコングリスを塗っておきます。その他細々としたものをきれいにします。フラップの軸に注油しておきます。このあたりは水拭きして、擦れるところはシリコングリスを少し塗っておきました。お掃除機能付きにしては比較的バラしやすいエアコンだと思いました。バラした工程はメモやネジとともに紙コップに入れて重ねてあります。19個の紙コップになりました。紙コップに入っているメモとネジを逆の順番で一つ一つ使いながら元通り組み立てていきます。モーターを取り付けます。内側の爪1箇所をはめます。外側の2本の爪をはめます。モーターのカバーのネジを締めます。とりあえず電源基板を元に戻しておきます。後ろ側の金具を突っ込んで斜め反対側のネジ穴を合わせます。横方向に風を調整するルーバーのモーターを取り付けます。外した時にルーバーの向きがやや右向きだったので、その向きにルーバーを合わせてモーターをはめます。コードを元通り引き回します。ネジを2本止めます。上下フラップモーターはよく動くので少し注油しておきます。このモーターは片方が引っ掛ける形になっていて、片方はネジ止めです。リモコンの受光部は爪2本で止まっています。
リモコン受光部の裏の爪の状態はこういう状態です。 VVF ガイドの取り付けをしていると線の引き回しに問題があることに気がつきました。これモーターの線なんですけど、これがこの線の下に来てしまいまして、本当はこの線の上を通っていかなあかんので、多分このモーターをはめるときに変にねじれたんかなと思いますわ。コネクタ抜いてね、直しときます。こっちのコネクタ抜いて、これは本当はこの上通らないか、こうですね。で、あとはこれを一本一本はめていきます。もう線が、これがリモコンの線、縦フラップも止めて、これがモーター。モーターの線はね、少し太いんで、はめにくいですね。こんな感じです。VVF ケーブルのガイドを止めます。下の爪をはめて上の爪を押し込みます。この辺の全ての線を、またカバーの下のコードをまとめる部分に通します。一本一本地道に通さないといけないです。ファンを取り付けます。モーターの軸にはめ込みます。左側の軸受けを取り付けます。ファンは左右に5ミリくらい遊びがあります。ファンを手で回してみて、少しでも音が出るようだったら左右に位置を動かしてみて、音が全くしないところを探します。位置が決まったらネジをしっかり締めます。もう一度回してみて、音がしないことを確認します。熱交換器を取り付けます。これは上からかぶせるだけです。再びファンを手で回してみて、どこにも当たらず音がしないことを確認します。熱交換器の取り付けネジを締めます。補助配管の断熱材をかぶせておきます。タイラップを軽く締めます。あんまりきつ締めてもね。補助配管カバーを取り付けます。4箇所の爪で止まっています。気温センサーを取り付けます。配管の温度センサーを取り付けます。多分これは凍結洗浄の関係だと思います。センサーの線はモーターのカバーの引っ掛け部分を通してから前に回してきて電源基板に入ります。アースの線もモーターのカバーの引っ掛け部分に通して熱交換器にネジ止めします。温度センサーのコネクタを接続しておきます。配管の温度センサーの灰色の線が少し余っています。多分温度センサーの位置がちょっと間違ってると思いますが、まあどうでもいいと思います。お掃除ユニットを取り付けます。配線は上の方に回しておきます。前3箇所の爪をはめます。後ろ3箇所の爪をはめます。赤のコネクタをはめます。黒のコネクタをはめます。線がごちゃごちゃしていますが、配線をまとめるクリップを挟みます。多分こんな感じでいいと思います。電源基板のカバーをかぶせます。特にネジも何もないです。全体のカバーを取り付けます。下の方に2本爪があります。この2本の爪がしっかりはまることを確認しながらかぶせます。でここ正面真ん中の爪をはめます。左上の爪をはめます。ここに入って右上の爪をはめます。電源部のあたりのタッピングビスをカバーの上から締めます。ダストボックスをはめます。ダストボックスの下のタッピングビスを締めます。VVF ケーブルカバーを取り付けます。これね、難しいで、これ結構このセンサーのコードがはまらなあかん。温度センサーの線が切れ込みに入るように慎重に取り付けます。これは取り付け工事の時にも注意した方がいいです。前の蓋を取り付けます。片方をはめて手前を引っ張るようにすればはまります。フラップをはめます。モーターの軸の形に合わせてフラップを開いて、右をはめて、左をはめて、真ん中をはめます。フラップを動かしてみて、モーターの手応えがあるか確認します。これでできました。このエアコンは20年以上使った R22 のエアコンと交換します。隠蔽配管再利用の予定です。内外連絡線の延長もするかもしれません。また近いうちに動画にするつもりです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。